今夜宅飲み始まりました。今回はですね、ブレンデッドウイスキー3種類こちらねご紹介してまいります。今回ご紹介するのはこちら、ジョニーウォーカーの赤ラベルね、世界で一番売れてるんじゃないかなと思うブレンデッドウイスキーです。ジョニーウォーカーのね赤ラベル、レッドラベルはですね、スパイシーで力強くスモーキーな味わいが広がるウイスキーです。スコットランド東海岸のライトなウイスキーと西海岸のピーティーなウイスキーのブレンドが深い味わいを生み出しています。舌の上で弾ける香り豊かなスパイス、まあシナモンとペッパーが強い印象を残しつつ、爽やかな味わいが口の中に広がります。そしてフレッシュなリンゴや洋梨のようなフルーティーな甘みとバニラのメローなコクに続き、ジョニーウォーカーの特徴であるスモーキーな余韻が感じられます。当初スペシャルオールドハイランドウイスキーとして売られていたウイスキーなんですけれども、1909年にジョニーウォーカーレッドラベルと名前を変えて発売されました。1909年ですね、明治時代。ジョニーウォーカーレッドラベルは船で届けられるあらゆる場所へと、創業時から続くパイオニア精神とともに広がっていきました。その力強い香りと個性的な味わいは世界中で称賛され、現在では180カ国以上で販売されています。ジョニーウォーカーレッドラベルのキーモルトですね。私も初めてスコッチウイスキーを真剣に飲むようになったっていうのはおかしいですけど、友達にねレッドラベルじゃなくてブラックラベルのプロモーションみたいなのにね連れてってもらったんですよ。渋谷のセルリアンタワー東急のね、まあスコッチウイスキーのねブレンデッドね、ジョニーウォーカーっていうのはこういう風にできてるんだという説明をねそこで初めて聞いて、今までねスコッチウイスキー全然興味なかったんですけど、大体アメリカウイスキーばっかりの人だったんですけど、そこで初めて、あ、イギリスのスコットランドのウイスキーってこういう風にできてるんだっていうのを勉強させてもらったっていうことで、キーモルトをねこう色々、まあブラックとレッドでね若干違うんですけれども、まあレッドラベルのキーモルトはまずスペイサイドモルトのカーディーね、でアイランズモルトのスカイ島のタリスカ、これ私も好きなスコッチなんですけども、あとアイラ島のカリラね、私の苦手なねウイスキーなんですけどね、この3つの他にもスコットランド西岸のモルトウイスキーを中心に40種類以上の原酒をブレンドして作られています。40種類ですよね。カレー作るのと同じ感じなんでしょうね。いろんなスパイスを混ぜて一つのこうの形にするっていうね、そこで初めてそのスコッチウイスキーっていうのにね興味が湧きました。まあ今でもその友達に非常にね感謝しておりますが、私をねこの世界に連れてってくれた人ですんでね、はい。このレッドラベルなんですけども、これもねファミリーマートで買いましたファミリーマートで税抜き475円、ね税込みでも522円ね、この3つの中で、ね、一番高いんですけれども、ワンコインより30円足したぐらいのね、お酒になっております。で 300ml 入ってます。今回は先にこっちをね、度数の方が40度で原材料がモルトとグレーン、あ、300ml じゃない、200ml だ、ごめんなさい、200ml でしたね。700で買っても今1000円ちょっとぐらいになってますんで、そっちの方が今はね全然お得な感じです。じゃあレッドラベルちょっと飲んでみましょう。はい、うちもね親父が好きでジョニー赤って言ってましたけど、ジョニー赤は常に置いてあった気がしますね。たまに給料日だとかボーナスになると黒になってたりもしましたけども。じゃあまずレッドラベルね、香りから、うん、高級な感じの香りがしますね。やっぱちょっとね癖がある感じはしますけれども、うん、すごい高級な香り。でもテュワーズに比べてあんまり、うん、スモーキーさの香りは感じない。じゃあちょっといただいてみましょう。うまいストレートで飲んで、うん、あーシナモンっていうのはねちょっと感じないですけど、あー甘いですね。でもねペッパーのねあの胡椒感みたいなのはやっぱりありますね。デュアーズとかもそうでしたけれども、やっぱねバニラ臭っていうかね、バニラ香がするんですよね、こう甘い香りが。でもね黒に比べてあんまりねピーティーじゃないところが飲みやすいなというふうにね、私としてはアイラ島のねお酒があんまりね得意じゃないもんですから。じゃあちょっとトワイスアップで飲んでみましょう。混ぜて、はい、じゃあトワイスアップで
方ですかね。香りはそんなに遜色ない感じですね。ああ甘い、フルーティーな香りが広がりましたね。やっぱりああもう断然飲みやすい。この胡椒の辛さみたいなのがちょっと抑えられて、フルーティーな香りがふわっとこう広がる感じですね。氷を入れてこちらですね、トライスアップの水割りみたいな感じですね。はい、じゃあちょっと飲んでみましょう。ああ美味しい、美味しいですね。やっぱりね、ちょっとね、下にこう残ってたピリピリしたペッパー感みたいなのが、お水入れて氷入れるとね、なおさら抑えられる感じで、フルーティーな感じは残るんですね。ただね、冷たくするんであんまりね重くない感じです。それでもやっぱりね、風格ありますね、飲んでてね。非常に飲みやすい。今本当にこんなにいいお酒が500円ちょっとでこれだけ楽しめるなんて、もうゆっくり宅飲みできる時代ですね、本当に。まあ非常に、素晴らしいお酒ですんで、こちらね、皆さんぜひご賞味いただければなというふうに思います。はい、次回はですね、こちら最後になりますね、ホワイトホース、こちらも世界で有名なブレンデッドウイスキーになっております。こちらご紹介してまいります。